イングランド最古の聖マーティン教会。聖マーティン教会は、イングランド国教会の教会。カンタベリーの市中心部から少し外れたところに佇む。今なお使用されている教区教会としては、イングランド最古のものである。聖アウグスティヌスがローマからやってくる前の、聖マーティン教会は、6世紀の検討を秘める他の、私的な礼拝堂であった。 彼女は礼拝堂付きのリュードハルド司教と共に、イングランドに渡ってきた時点で、キリスト教徒であり、夫となった検討を得ゼルベルトは、古代ローマ時代後期に使われていたが廃れてしまったと、ソンジャベーダが述べている聖堂で、ベルタがキリスト教の礼拝などを行うことを許した。聖マーティン教会はベーダが命名したことから、ベルタが使った聖堂こそが、 セイマーティン教会であった可能性が非常に高い。地元の出土品などからは、この時代のこの地域にすでにキリスト教信仰が存在していたことが明らかになっており、教会には古代ローマ時代のレンガなどが使い回されている。また、古代ローマ時代のタイルの壁などもきちんと備えている。ただし、その様式は厳密にはローマ建築のものではなく、 ローマ支配が終わりアングロサクソン人の入植が始まった4世紀半ばの建造と考えられている。教会の敷地内には著名人たちの墓がある。その中には王立芸術院のトーマス・シドニー・クーパーやルパートベアの生みの親メアリー・タートルのものなどが含まれている。教会には聖王ガスティン修道院の修道士たちから引き継がれてきた音楽の伝統がある。 毎月最初の日曜日には、ルネサンス様式のミサ曲がカルテットによって歌われる。聖マーティン教会は、カンタベリーに残る他の二つの重要なキリスト教建築、すなわち、カンタベリー大聖堂と聖オーガスティン修道院跡と共に、ユネスコの世界遺産に登録されている。聖マーティン教会の登録面積は0.6ヘクタールである。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。